します。今紹介いただきました岡田です。嵐を呼ぶんじゃなくて、もう昨年も嵐に追いかけられて来たということなんで、午前中の授業の途中でですね、学生に、いや今日はちょっと東京に行くから授業途中でやめるねって言って出てきて、で今ここにさっき5分ほど前に白山の駅に着きましたので、もうなんかこう、なんか自分の中でもちょっと変な感じですけども、今日は僕の研究しているこの題材で話をしてもいいということですので、まあ皆さんにとったら何を言ってんのかなということかもしれませんが、私にとっては三度の飯より非常に楽しいというですね、まあ今日ご紹介するいろんな資料を集めるのに、まあこの 4,5 年の間随分といろんなところにこう行きました。日曜日ですね、休みのない時に日曜日の朝3時頃出てって夜遅く帰ってきてとかっていうことを繰り返しまして、うちの嫁さんとか家族には非常に呆れられております。で今日シミ千切の話も出ますけど、そのうちお父さんがシミ千切を家を売ってシミ千切買うんじゃないかとかですね、うちの娘は心配したりしてるんですけど、まあ非常にこう題材としてはとても面白いものなんで、ちょっとこんなことが本当にあったんかというようなことをですね、ちょっと皆さんに知っていただければありがたいと思います。先ほど紹介していただいたように、私大正大学の大学院にですね、アメリカ留学する前におりまして、その天理大学からなんかいろんな他の宗教のことを勉強してこいと言われても、派遣される形で勉強しに行きました。その時に神道と宗教と神道と仏教とどっち勉強したいと言われて、いや私は仏教の方が興味ありますと言ったら、その仏教系のね大学で勉強してこいということで、最初修士課程出て博士課程の途中までいたんですけども、なかなかこう自分のテーマが決まらずに悶々とした時に、ずっと図書館で書庫のアルバイトをしていたんですが、その時にこの梵歴関係の文献が山ほど積まれているのにこう出会いました。でその時には宝の山を発見したような気がしてですね、こんな手つかずの翻刻もされてないですね、江戸時代にこういう文献がこんなにたくさんあるんだと思ってですね、非常に嬉しくて、図書館のアルバイトをしてたもんですから、書庫の中でバイトしてたもんですから、ちょっと図書館の人の目をくすねてですね、その文献を外に持って出して勝手にコピーしたりとかですね、そういうことを、まあ、今だからもう時効ですからね、もう20年以上前ですから言えますけど、そういうようなことをして、非常にこうすごい貴重な資料を発掘したと僕は思っていたんですけど、後になって気づいたことは、これ非常にポピュラーな資料だったわけです。簡単に言うと、梵歴運動っていうのは江戸時代の終わり頃ですね、享保の禁書令の緩和の後を受けてですね、実学に関しては、まあ、吉宗のですね、あれもあって、まあ、中国オランダ語経由なんですけど、基本的には天文学とかですね、物理学とかそういう医学とかですね、そういう 実践的な学問に関しては紹介していいことになります。で結構たくさんいろんなものが入ってくるんですけど、その中でよく読まれたのは天景惑問という本がありまして、でこれで地球説が入ってくるわけですね。天景惑問はまだ地動説ではなくて天動説なんですけど、地球の概念がこう入ってくると。でこれは仏教はですね、今はあんまり皆さんその仏教の人も趣味先説に基づいて考えてる人いませんけど、基本は平らなですね、世界に中心にですね、巨大な逆台形型の趣味線があってですね、それを取り巻く山脈の間に海があってですね、で一番外側の海には非常に広いんですけど、その外側の海の東西南北の島にそれぞれ人間が住んでいると。私たちが住んでいる世界はその南の島だということになっているわけですね。で後で紹介しますけど、その島の形と人間の顔の形は同じということで、僕らは逆台形の顔の形をしているんですね。他の島は丸かったり四角かったりするわけですけど、そういう世界像が基本的には仏典の世界像になっていて、膨大な仏典の物語は全部その世界像の中で書かれているわけです。現実には地球説じゃないわけです。地球の国々ではないんですね。仏典に出てくる場所は全部この趣味線世界の中のその分派の場所になっているので、本当はこの世界図をまず最初に勉強しないと仏典はわからないわけですね。だから諸学としてですね、仏典を勉強するときには最初にクシャ論というですね、これは阿弥陀沼の中でも特にこの世界像のこと、器世間の器世間と書きますけど、この世界像のことを非常に詳しく紹介したこのクシャ論を最初諸学学ぶ、これはもう普通だったわけですね。で普門円通というこの人ですけど、この人もそれを学んで仏教の修行を始めたんですけど、その頃に天景和訓を読むわけです。
で、この天球学問を読んで、もしこの地球説の方が正しいんだったら、この習ってることは何なんだと。で、これが間違ってるんだったら仏説は全部間違いじゃないかと。で、非常に悩むわけですね。で、先生にこういろいろ言うわけですけど、全然答えてくれないと。で、まあ、この人は一時はだから仏門を離れて、そしてもともとは日蓮宗 の、 お寺で出家して、日蓮宗のお坊さんなんですけど、日蓮宗を離れてですね、で各地を転々としていろんな天文学の勉強をします。天台宗、比叡山にも行きますし、高野山にも行きますし、でそういうですね、密教系 の、 先生術の勉強をしたりした上で、もう仏門を完全に離れて包み門家に入門してですね、で当時の最新の天文学の理論なんかも学ぶわけです。で、これはまだ僕はですね、そこは まだ実証してできてないんですけど、僕のより先にこの梵歴を研究した人はもう60年以上前に一人いまして、工藤航海という人なんですけど、後で紹介しますけど、まあ、この人は不毛円通と、その慈雲尊者ってご存知ですかね、江戸時代の末期の梵語の研究をした方ですけど、この慈雲のですね、元で梵語を勉強したというふうにも言われてるんですね。ただでもこの工藤のですね、見解はちょっと実証的に非常に甘くてですね、僕はちょっと前つばだと思っています。でもそれが本当だとすると非常に面白いですね。梵語を研究したことが梵歴というですね、インドにルーツを持つですね、本来の仏教の天文学説をですね、明らかにするということとつながってくるというところは面白いんじゃないかなというふうに思います。ただまあそういうふうにしていろんなことを遍歴するんですけど、最終的にクシャノンなんかを中心にした仏典のですね、天文学説の中に正しい見解を見つけることができるんじゃないかというふうになってですね、最終的に彼がちょっとせっかく書いてきたので本文の方に少し戻りましょうか。いくらなんでもせっかく序文ぐらいは読みたいと思います。ですね、4行目ぐらいですかね、文化7年にですね、円通、この方ですけど、不毛円通という方が文化7年1810年に司長である仏国歴書編というですね、これ前後巻のですね、非常に大部な本です。これはなかなか内容的にもすごくびっしり詰まってましてですね、彼の30年近いですね、研究の成果を表したもので、で出典として用いられているですね、文献も非常に範囲が広いです。中国からですね、仏典だけじゃなくて中国思想ですね、さらにはニュートンとかですね、ガリレオとかですね、コペルニクスとか、そういう人たちの文献も全部入ってきてますから、で実際詳しく紹介をされているので、まあ、当時の、まあ、非常に突出した知識人の一人だったことは間違いないですね。で、まあ、この本が出された後それを評価されて増上寺にですね、継承院という塔頭をもらって、その中で道場寺の塔頭をもらった学僧としてですね、処遇されるようになりますので、まあ、当時もかなり学僧としてはかなり名声が高かったという人です。内容も非常に美に理彩にすごい難しい本になっています。仏教天文学研究会というのをですね、同志社の宮島和彦先生なんかともうずっとやってまして、僕が関わったのはもうここ3年ぐらいですけど、もう先生方はもうこの仏国歴書編をもう10年以上読んでるんです。で毎月担当者が変わって毎月少しずつ読んでですね、で翻刻する作業をやってるんですけど、10年経って今前後巻の第4巻のようやく後半まで来ました。10年で4巻なんで、あと 1巻半、まだあと3年ぐらいかかると思うんですけど、それぐらいの本です。で実際には全部の内容を調べていって、原点にあたってですね、引用された箇所をきちっと調べていくと、もう本当に時間のかかる、まあ、それぐらいのですね、内容の濃いものになるんですけど、まあ、これが出されるとですね、非常に大きな作法面に大きな影響を及びまして、円通を梵歴開祖とする梵歴社中と言われたグループの人たちですけど、で独自の仏歴を頒布したり、仏教諸宗派の学林等で歴学を講義したりと、各地で私塾を開いて天文学を教授しながら、非常に広い範囲の活動を明治期まで広げることになっています。ただでもこれはほとんど知られてません。仏教史でもですね、そんなにすごい重要な知的運動がこの時代にあったというふうには誰も評価していないので、
だから僕はこれ本のタイトル忘れられた仏教天文学ってしてるんですけど、当時は非常に広くですね、いろんなところに影響力を持ったんですけど、明治の後半以降から一気にむしろ意図的に忘れられた運動になっていきます。そういうことがなかったことにされた、運動なんですね。だから忘れられたというですね、そういう名称を実際につけました。でこれに対してですね、こうした円通の門弟たちの活動を盆暦運動という名前で呼んだのは昭和の初期にですね、彼らの活動の詳しい実態調査を行ったこの工藤航海という人です。工藤航海もだいぶ調べまして、日本大学のですね、宗教科を卒業したと、永井誠というですね、帝大の教授ですね。で日本大学の宗教科の方にも講義に来られていた、この先生について、で工藤は盆暦に興味を持ったというところまで分かっています。で、そこから20年ぐらいですね、ずっとこの地道なこの活動の調査を続けた人なんですけど、この人の論文がですね、現在3本ほど残っていて、でそれが僕なんかもですね、この盆暦の研究を始めた時の一番最初のきっかけになりました。ただこの人ちょっと山師みたいなところがありましてですね、さっきの慈雲尊者とですね、慈雲と円通の関係でもですね、ちょっと怪しいんですね。そんな資料本当にあるのかっていう、ただ単に同時代の人で時代的には重なってますけど、本当にそんなことあったのかっていうようなところが結構あると。だからそこがちょっと面白い人なんですけど、ただこの人がですね、円通の生前から門人の規模は1000人を超えてたと。でそうするとですね、当時の鈴の屋社の門人ですね、元利宣長の門人なんかよりもはるかに多いんですね。でそんなに大きな思想運動が本当にあったんかということはちょっとですね、にわかに信じがたいと。そこで僕もですね、本当にそうなんかというところが最初あったのが最初の印象でした。だけどですね、そしてほぼ100年に及ぶ長期間ですね、彼らは仏教界の枠組みを超えて多彩な活動を展開したというふうに工藤は指摘しています。ただ当初はですね、にわかにそれ信じがたかったんですけど、僕もこの図書館でこの文献を発見して調査始めてもう20年もう30年近く30年いかないか25年ぐらいになるんですね。でもうよく言うんですけど、なんて資料を発見したんじゃなくて資料に取りつかれたっていうんですかね、その時の印象いまだに残っても覚えてますけど、その一群の資料にその時になんかこう取りつかれたんじゃないかなと思うんですが、そういう反対の感じで、それでですね、ずっとやっていく中で、いやこれは決して誇張ではないということが最近特に分かってきました。でそれでそこからアメリカに留学したもんですから、アメリカで僕スタンフォード大学なんですけど、スタンフォード大学の博士課で博士論文はこれ英語でほぼ原本これと近い内容のものを書きました。で結構向こうでも評価していただいてですね、なんかこう言ってみたら地動説が日本に入ってきた時にですね、世界は平らなんだっていうことに基づいて天文学を構築するなんていうのは非常に面白い題材なんで、いろんな人にとても興味は持ってもらったんですけど、ただ僕はこの英語版の論文を書いた時にあまり詳しいですね資料調査をやってなかったんですね。で日本に帰ってきて資料調査する時間もあまりなかったんで、アメリカで英語で博士論文だからということで、割とこう簡単に手に入るの資料だけで書いてしまって、でもっと実態調査をちゃんとしたいというふうに思って、その資料調査をベースにして書き直したのがこの本になります。だからここではかなり当時得られた資料がだいぶ入ってたんですけど、この本出たから、さっき話もしましたけど、この本出てから急速にいろんなとこから情報がダーッと集まるようになってきまして、でそれまで20年近く15年ぐらいかけても全然もう箸にも棒にもかからなかったものがどん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 集まるようになってきまして、で膨大なちょっと資料が集まってきてます。でそれをちょっと今回は紹介していきたいと思うんですが、ただもう今回紹介してもいいというふうにしていただいたので、ちょっと調子に乗って書きすぎまして、量がこう膨大になってますのでこれ友人たちと一緒ですね、今近代仏教のアーカイブの構築ということで、そのアーカイブ資料ですね、近代仏教研究する上でのアーカイブ資料を作る科研をもう4年間ぐらいやってるんですけど、その中でそのお金使わせていただいて、随分と僕はいろいろとこの盆暦関係の資料を調べさせてもらったので、でその資料の報告みたいなものにこうなっていますけど、今日はちょっとそこのところを詳しく話をしたいと思います。で
工藤の盆歴運動の中でですね、でまあ、だそういう意味では最初これは非常にこう対象としてはですね面白い対象なんで、もう結構明治が大正から昭和の初期ですね、あるいはその後戦後になってもいろんな人が同じような関心でですね繰り返し繰り返し扱ってきた題材ではあるんです。で代表的なものではこの3つ の伊藤田三郎先生ですね、まあ日本のなんて国学史の総門 の国学とかですね、あの辺の思想史では非常に有名な方ですけど、まあ、この人もこの盆歴に関心を持ってですね資料を随分と集めておられました。でこの方だけじゃなくてですね、結構ビッグネームの方々がこの盆歴関係の資料をたくさん集めておられまして、でいろんなそういう人たちの文庫の中にこのたくさん文献が残っています。でこれはこの人たちが関心を持ったから文献があったのかなと僕は最初誤解していたんですけど、最近だって分かってきたことはどこにでもあるからなんですね。でどこにでもあるんですけど、みんなそれを見たらこんな珍しいものがあるという形で集めると。だからどの人の文庫にもこれがありますし、宗教系の大学でこの盆歴関係の資料を持っていない大学の方が少ないということが僕の調査で最近分かってきました。だからそれぐらいだから文献的にも非常に広く広がってたということが分かってきています。だから最初はだから僕は非常に貴重な資料を見つけたと思う。全然貴重じゃないんですね。宗教系の大学だったらどこにでも全部あるんです。東洋大学にもありますね、きっと。だからどこの大学にでも必ずこの盆歴関係の資料はある。それはだからそれぐらい広く広がって読まれてたと。だからもうまた今古書のですねインターネットのブックストアなんかで見るともういつもたくさん出てきます。だから僕が今そういうのが分かってから古書で購入した分だけでも若い頃調べた資料より多いんですね。もうすでにですね、僕の手元に個人の私蔵として持っているものだけでも非常に、まあ、そういうようなことも少しずつ分かってきています。ただこの頃ですね、最初は地動説に反対してですね平らな世界の方が正しいんだっていう反動的な運動だというふうにずっと捉えられてきた。ちょっとそういう意味では一本ネジがですね外れたような人がやった運動だみたいな評価が長かったんですけど、現実には必ずしもそうではないということが分かってきたっていうのが今日の報告にもつながってくると思います。まあ、そういうことを最初に指摘したのがさっきの工藤航海ですね。でこの人はだから運動の広がりと多様性っていうものだ、それまでですね興味を持った人たちは手元にあった本を 2,3 冊読んでですね、あエンツって面白い人だなぐらいのことだったんですけど、この工藤はそれをさらに自分の足で稼いでですね残されている資料を残しているようなお寺を訪問してですね、まだ残っている資料ありますかと、日記とかありますかとかですね、いろんなものあります、手記とかありますかっていうのを全いろんなものを集めたですね。そういうところがこの人の最初の研究 でこの人はその100年ぐらい続いた円通を盆歴開祖っていうんですけど、これは盆歴開祖の日っていう聖徳碑が各地に作られて弟子たちがその法要をやってますので、だからこれは盆歴開祖と呼ばれてたんですけど、盆歴の円通を開祖とするその社中の人たちの運動活動をですね、この人が盆歴運動っていう名前で呼ぶようになったんですね。でそれを彼が注目したことを、まあ、僕も継承してですね盆歴運動の研究をしたいと。で工藤はですねいろんなところのお寺を回って資料を集めました。で彼のですね集めた資料の大部分がですね、この横浜市立大学ですね、相沢新一郎かなっていう日本のですね古地図とかそういうものの研究の専門家の先生ですけど、まあ、この人がですねこの工藤の蔵書をですね、まあ、ほぼ全面的に引き受けて、で盆歴収書というですね形で残していたんです。で僕それを調査しに行きまして、でそして図書館の人とかこの横浜市大学の先生方と話しているうちにですね、まあ、そんなに面白い資料があるんだったらやっぱりちゃんと目録として出版しましょうということになって、でできたのがこれです。これ仏教天文学っていうあれなんですけども、ちょっとお話ししますけど、まあ、この人の蔵書類を今再編成するのも今僕が今取り組んでいる作業の一つになっています。でただでもこの人の蔵書にはですね非常に特徴的な張り紙がありまして、門外不出っていうのとですね非常に特徴的な張り紙があるんですけど、この張り紙のある
図書館非常にたくさんありまして、天理図書館、僕の勤務している天理大学の図書館にもこの人の蔵書が流れてきたものがあるんですね。だからちょっとこれ日本全国の図書館を今いろいろ見て歩いてですね、この人の蔵書を再構築するっていうのを今一つ対象としてやっています。でそのこの人はですね、そういう形で盆歴の研究をですね、運動を3期に区分してやっていくんですけど、まあ、その中でですね、ちょっと次のところに行きますけど、3つのですね領域があるんだというふうに言っています。一つはこの盆歴道というやつでですね、まあ、簡単に言うと仏教天文学って僕が呼んでるやつです。工藤は盆歴運動という言葉を作りましたけど、まあ、僕は一応それに上乗せして仏教天文学というですね、いうような表現を使っているんですが、単にですね、誤報論としてですね、仏教を近代思想から守るためになんかこうな、こじつけで作った思想ではなくて、むしろきちっとした仏教の世界観に基づく天文学を作ろうというですね、そういう意図がありますから、そういう点ではこれは誤報論として扱えるよりも科学、新しい科学を作ろうとしたですね、仏教天文学という名前で呼んだ方がいいんじゃないかなというふうに考えているというところです。まあ、そこでですね、天文学としての理論を精度を高めようとした活動のことを彼は盆歴道と言っていて、でそれともう一つ交差する形で出てくる占星術の方の要素ですね、宿用占道というのが生まれてくるんですけど、これはですね、それこそ古代の日本で陰陽道とかが生まれてきた時代に一時期日本でもこの宿用道というですね、あれ宿用道あるいは宿用道というどっちか分かりませんが、インドの占星術に基づく、インドの思想に基づく占星術ですね、これは空海以来ですね、密教の中で一時期日本でも広がる時があるんですけど、でも実際には陰陽道の方に取り込まれてしまって、現実には江戸時代になって消え去っていくんです。でこれがですね、これを復活したのはまた盆歴の人です。で実際ですね、円通はですね高野山に行きます。で高野山に行って高野山の人たちにですね、ちゃんとどういうですね形で裏が何て言うんですかね、星のですね動きを計算しているのかと聞くわけですね。ただその人たちはですね、まあ、空海以来って言ったらいいですか、中世からずっと同じように天体観測はしないで持ってる文献だけでずっと星の動きとかそういうのを計算してきてるんですね。ちゃんとそれは続いて残されてるんです。一般には消え去りましたけど、ずっと密教の中ではずっと継続して行われてきたんですね。でそこに円通が行ってですね、どうやってやってるんだと、でそれ全然今の星の動きと合ってないじゃないかと。でもうそうするとですね、騒然となるわけですね。高野山の人たちはこれで正しいちゃんとした星回りの計算をしている。本命宿とかありますからね、生まれた人には当年星というとその本命星があって、その星がその人の運命を決定するとかってことになってるわけですから、それが実際の星の動きと全く違ってるっていうのがですね、センセーショナルだったわけですね。でそこでみんなびっくりしてですね、こぞってこの円柱のこの盆歴を学ぶようになります。でそういう点でですね、盆歴社中の人たちの動きの中から、このそういう仏教の占星術ですね、宿用道というふうに工藤は呼びますけど、その動きも非常に盛んになってくるんですね。でそれともう一つ工藤が指摘した盆移動というのがありまして、これは今継続調査中です。これがまとまったらこれも全部研究まとまっていくんですけど、これは盆移動っていうですね、まあ、言ってみたら仏教天文学じゃなくて仏教医学ですかね、そういうものを志向した動きもあったんだというふうに指摘をしています。で実際ですね、後で紹介をしますけど、全国に広めどころが置かれてですね、結構広く売薬が行われていました。でただその薬の内容はどう見ても漢方薬なんですけどね、別に特別にインドの薬というふうには思えないんですが、そういうようなものも医学も考えていたと言われています。まあ、それを、まあ、少しずつ調べていこうというのが今日の発表の目的の一つです。でこれ1ページの一番下の行ですね。で工藤はこれらの活動の実態調査を長年継続してですね、盆歴運動史の研究、今日のタイトルです。
盆歴運動史の研究というですね、本を出版するですね、そういう企画をしていたと言われています。で、実際本人がですね、これは本人の講演の中で先ほど言ったジムソンジャーとですね、円通の関係の論じた講演をしてるんですけど、その講演の中で盆歴運動史の研究という本を最近書いたんだと。で、これ出版社に入稿してもう来年あたり出版されるんだという話をしてるんです。で、これは文字として残ってるんですけど、ちょうどそれがですね、昭和19年ですね。で、昭和20年で東京が大空襲を受ける年になりますので、だからそういう形で結局は出版社に入稿したものも、で本人の残した趣向もですね、残されていないということなんです。僕が今探しているのはだからその原稿を探しているんですけど、これはもうだいぶ探しましたけど見つかりませんので、多分もう残されていないんじゃないかと。まあ個人の意図、なんていうんですかね、意思を継ぐわけじゃないですけど、僕は僕なりに彼が歩いた足跡を同じように歩いてですね、この盆歴運動史の研究っていうものをまとめたいなというふうにずっと思ってやっているということになります。で、その辺のところが後です。で、最初この忘れられた仏教天文学というものを書いた時にはですね、どちらかというと近代的な思想だというふうに、反動だというふうに考えられたものが、実際にはもっと仏教天文学的な側面を持っているんだと。反近代的な現世の近代性とかっていうですね、非常にややこしい言葉をこの本では何回も使っていますけど、反近代的な反動と言われる運動の中に、むしろ近代の仏教思想ですね、そういうものが生まれてくる元があるというような考え方をします。だからこれはこの人だから仏教の立場を一度離れて天文学を勉強してきて、で仏教天文学を構築する中で宗派は非常に離れた形で仏教の天文学という発想を持っていきます。そういう点では天台宗でも日蓮宗でも浄土宗でもなくですね、非常に自由な立場から仏教の何とか学っていうですね、思想を打ち出したところがあって、そういうものが近代仏教の思想につながっていくんじゃないかというのがこの本の主張だったんですけど、そういうものをもうちょっと先に進めてですね、この仏教天文学の科学としての側面ですね、こういうものをもうちょっと掘り下げていくべきじゃないかというふうに考えていたところに、ある人からインターネット経由で連絡がありまして、その趣味戦技っていうのが見つかったから見に来ないかと言われてですね、見に行ったわけですね。で、よく後から作られたレプリカとか偽物が多いんですけど、それは意に反して本物でした。で、それが静岡にあったですね、円通のその初期の趣味戦技でですね、そこから芋づる式に、それまで実態がよく分からなかった趣味戦技が見つかってきまして、僕は今実際に行って調査して、詳しく調査して中身まで調べたもので現在8体あります。1体も見つからないんじゃないかと思ってたものが今もう8体見つかっているので、何年かするともっと見つかるかもしれませんが、もうこれ非常に精緻な装置になっています。ちょうどプラネタリウムの原型になった西洋のオーラリーっていうのがありますけど、そのオーラリーとほぼ同じぐらいというそれ以上の精度の、後でちょっとそれ見てもらいますけど、ものたくさん出てきました。で、趣味線を中心にする世界はもう皆さんには多分もう説明するまでもないと思うんですけど、こういう平らな世界で中心に逆台形の趣味線があります。で、僕らが住んでる世界はこの南の島で、この島の地下に地獄の世界がずっと広がってるわけですね。で、この趣味線の天井に神々の世界が広がっていきます。この通り点のここは33点の住居で、ここから上にね、ずっと神々の世界が。で、四天王の住居はこのちょうどこの周りぐらいになります。で、太陽と月はここをぐーっと横に回ってるんですけど、そうするとですね、この南の島の上を回ってる時は昼になりますけど、こっちの北の島の上を回ってる時は巨大な趣味線が影になって、光が届かないんです。だから夜になるんです。っていう理論になってるわけですね。で、冬と北の夏はどうなるのかというとですね、冬はですね、ずっとこっちまで太陽が来ます。そしてぐーっと下がっていきます。で、下がるとですね、こう楕円の軌道になってますから、逆に北の方は上がるわけですね。で、北の方のが上がるとですね、逆台形の形になってますから、これ幅広くなってますから、暗くなる時間が長くなるわけです。太陽が遮られる時間が長くなる。だから冬になると夜が長くなって、
しかも何て言うんですかね、太陽の軌道がちょっと外れてきますから日照時間は短くなると。で逆に夏になるとこっち側太陽高くなってですね、でこっち低くなりますから腰の部分は細くなってますから日が出てる時間が長くなる。で太陽が高くなって暑くなるというですね、そういう説明の仕方が実際にはなされました。これを覚えておいていただきたいんですけど、第二期の人たちはこの考え方を取るか取らないかで分裂するんです。でこれは実際には合わないっていうふうになってですね、分裂してしまうことになります。今先に言っとくとですね、これで今のやつでやるとですね、春分と秋分が説明できないんです。太陽の軌道がこういうふうにフラフープ状にこう移動する形になってますから、フラフープ状に移動しますので、そうするとこっちは東の方に移動した時にはこっちが高くなってるわけですね。で西の方に移動してた時はこっちが高くなってるわけですね。でそうすると春分と秋分の日に昼の長さと夜の長さが一緒にならないです。でそれは理論として間違ってるというふうに弟子の寒中という人が言いまして、で同様理説っていうんですけど、趣味線の4つの島で季節は交代しないで常に同じなんだという理論をするんですね。それどういうふうに言ったかというと、同心円状に軌道が大きくなったり縮んだりすると、で縮む時は上に行って下がる時に広がるんだっていうですね、円通のですね師匠の説をですね、より科学的な理論に高めるために変更したんです。でそうするともう一人の一方の強い弟子がいて、新行という人なんですけど、この人は師匠の説を曲げるというのはどういうことかと怒ってですね、でそこでこの2つに派に分裂するんです。でそれを同様理説と異様理説っていう、4つの季節が異なる説と同じ説、季節が同じ説ということで同様理派と異様理派っていうふうに言って区別するんですけど、そういうふうな議論が出てきます。これはまた後でちょっと説明をしましょう。でこれをですね、モデルとして具体化して作られた装置が趣味線儀と言われる装置です。で一番古いとされるですね趣味線儀は、これ文化15年に富門円通が作ったとされている趣味線儀なんですが、これは工藤航海が撮った写真、この工藤が撮った写真だけが現存していて、僕は今探してるんですけど見つかっていません。でだからこれが本当にあったかどうかは非常に微妙でも、この写真だけしかなかったんです。でこの写真しか僕は、あとは龍谷大学のですね、趣味線儀ぐらいしか知られていなかったんですけど、少しずつそれが実態が分かってくるようになりました。でもこの最初のこの趣味線儀はこの写真だけということになっています。で面白いのは、ここにこう見るとね、なんかこう、神々の世界もあるように見えるんですけど、でこれが多分太陽と月だと。ちょっとまだよく分かっていません。でそういうふうにして初期の趣味線儀は存在してないと、円通が作った趣味線儀は存在してないと思ってたんですけど、まあ、それがこの本のきっかけでですね見つかりました。これ静岡の良心寺というところにある趣味線儀なんですけど、でこれは一番最初円通 の, 考えていた趣味線儀のプラン、趣味線説のプランを何て言ったらいいんですか、宇宙儀って言ったらいいんですかね、天体儀って言ったらいいんですかね、オーラリーっていう、オーラリーって聞いたことはございますか。グリニッチ天文台に行くとですね、僕も去年ロンドン大学に機会がありましたので、ロンドン大学でこの話をしたんです。でそのロンドン大学に行った時にグリニッチ天文台に行ってようやくですね本物のオーラリーっていうのを見ましたけど、地動説ができた時にですね、その地動説の正しさをよりビジュアルな形で説明するために、その時計仕掛けでですね、太陽と太陽系の惑星の運動をですね説明するモデルが作られたんです。これは現在のプラネタリウムの原型になってる、原型になってるわけですね。これが投影する形で発展したものが今のプラネタリウムにまして、その機械がこの趣味線儀なんです。で最初は僕はそれ分かってなかったですね。この本では非常に残念な話なんですけど、全部書き直さなきゃ本当はいけないんですが、この本では非常に恥ずかしい話ですけど、地球儀とか天球儀に対抗するために趣味線儀を作ったっていうふうに書いてるんですね。でも地球儀じゃないんですよ全然。これと同じような形でですね、地球儀と同じような形で議論したものではですね、ちょっとここに
地球儀と同じように機能したものでは宗閣っていう人がですね、九州門院っていうのが京都にあるんですけど、その九州門院の宗閣っていう人が作ったあのこの地球儀がありますけど、この地球儀にはこの上にですね、あの太陽の光が届かない夜国の、これはあの仏典に基づいて書かれ作られてるんですけど、でこのここでクリスタルのですね、水晶で作られた神秘線がこう地球儀の辺に突き立てられているモデルがこう作られてるんです。まあ、こういうものは確かに地球儀に対抗して作られたものなんですけど、僕はあのその時この時にはまだ勘違いしてまして、これは地球儀じゃないですね。でなくてそのちょうどオーラリーで、そういうふうに思って調べた司馬交換がですね、オルレレイの図解って言ってですね、ちょうどちょうどこの時期にですね、あの西洋で作られたオーラリーをですね、図解ですけど紹介してるんです。でそれとあの形としては非常によく似てます。だから太陽系のですね、あのその実在をですね、目に見えた形で説明するために時計仕掛けで作られたこの精密機械なんですけど、このオーラリーと同じようなものを和時計で作ろうとしたのがあのこの清水戦技だというふうに最近分かってきました。だからあのこの本本当はもう全部書き直さなきゃいけないんですけど、あのそういう形で作られています。だからこれ見てもらったら分かるんですけど、これ月の軌道と太陽の軌道がこういう丸いですね、輪にあってですね、この輪にこう皆さんこのちょっとネジこう刻まれてるのが分かると思うんですけど、これで少しずつこの日球とですね月球があのこの輪にくっついててですね、でこれが少しずつ移動する形になっています。でその移動している日球と月球がそのまま非常に大掛かりなんですが、ゴンガゴンガゴンという形でフラフープのように移動するように作ってあるんですね。だからこれはあの一番最初の円柱の構想してたさっき話したやつです。こう軌道が変わってね、昼と夜で、それのため の, あのモデルだということがあの分かりました。ただちょっとこれ原型のやつあのもう外し置いてないのであれなんですけど、覆いがかけてありましたね。これはあの昭和になって作られたガラスケースだったんですけど、それがあったんであの今まで見た人は分からなかったんです。でそのガラスケース外してもらって、あの中身を僕見せてもらって、初めてはこれが初期の清水戦技だということが分かりました。でこれはあの、まあ、別に大した発見ではないんですけど、僕にとってみてはあの今までにない新発見だったんですね。あの、まあ、その新発見を新発見だとしてあの評価するのは世の中にほんの数人しかいないんですけど、でもまあ本当の新発見だったんです。でまあこうしてあの季節に応じてこの台座自体が動く形、フラフープの運動をするあの初期の清水戦技が作られている。これがですね、あの二十四節気になったんですね。あのそしてあの季節ごとにこう流動することになるわけですね。だ一番外側の一番低くなった時には冬で、で一番内側の一番高くなった時は夏になりますから。そうすると南の島があの夏になった時にはあの北の島が冬になっているというあのものを目に見える形で示したあの時計になっていました。ただこの清水戦技はですね、動力は非常に単純なものでして、であの重りをですねあの垂らすことによって、一応ちゃんとですね一兆テンプっていうのがあるんですけどね、あの時間をあの調節する一兆テンプ式のですねあの、まあ、窓計にはなってるんですけど、ただあの普通の和時計のようにですね、あの冬と夏であの時間の間隔を変えたりとか、ご存知ですか、江戸時代はだから不定時報だったんで、あの昼の長さと夜の長さがですね、あの冬によって季節によって変わります。それに合わせてあの時計の目盛りの文字盤の目盛りの間も調整する和時計が作られるんですけど、そういう形にはなってなくて、あの百国時計と言われるようなあの毎日同じあの時間であの時を刻む、そういうタイプのあのものになってました。だからその和時計というよりはもう天文観測のためのあの精密機械として作られていると。で精度も非常に低かったと考えられます。あのどう見てもね、精度はそんなに高くない。で僕は機械の専門家じゃないんであれなんですけど、たまたまこの流れで東芝のですねあの研究者の人たちと出会う機会がありまして、でその和時計を研究している方々がおられるんですけど、まあ、この人たちと一緒にこれ調査行って、実際にはどういう形で、あのどれぐらいの動力でですね、どういう形であの1日の時間を刻めるかというのを見てもらったんですけど、やっぱりちょっと精度が非常に低い、どっちかというとデモンストレーション用の、あのものだということがあの分かりました。で、あの、まあ、ここに誰が書いたのかというのもあってですね、あの名古屋藩ですね、尾張のですね
野呂瀬力の神ですね、源の直康という人が作ったこの野呂瀬直康っていうのをですね探すのに半年ぐらいかかりましたけど、これも突き止めまして、終わり藩のですね、まあ、野呂瀬力の神っていうのはずっと代々受け継がれていく名前なんですけど、その何代目の何という人かというところまでようやく行き着いてます。まあ、それはちょっともう置いておきましょう。それはまた別なところで別な論文で書きました。で、まあ、このですねモデルを作るのに円通はこういう図版でですねこういうものを作るというですね、趣味線技図という趣味線技というですねこの図版を作って、これはもう膨大な量が刷られてですね日本中に非常に広く出回ってます。最近古書でよく出てですね時々30万とかっていう値段がついてます、つきますけど、そういう値段がついた時は絶対買わないでください。そんなに珍しいものじゃありませんから、10万ぐらいだったら僕も買うかもしれませんね。でこの間出たやつで13万だったんで入札したんですけど、他の人に競り負けて買うことができなかったんです。もう10万円ぐらいだったら買っても価値があると。でもう非常に広く印刷して調べて見られました。でここにねテンプがついてて、でこれ脱信機がついてるですね、時間調整できるようになってるんですけど、現実にはここにテンプと脱信機を置いたんではこんなちっちゃいおもりではこの大きい機械を動かすことができないです。だから両親寺にある趣味戦技ではテンプはこの本体に埋め込まれていて、で脱信機はその台座の下に実際は埋め込まれる形になっています。まあ、ちょっとそこは置いておきましょう。でそれをですね精度を徹底的に上げたのがこれはモディという人のですね、これは日本の和時計のコレクターとしてすごく有名な人ですね、インドの人でですね、ジャパニーズクロックというこういう分厚い本があってですね、この和時計のコレクション、素晴らしいコレクションだったんですけど、彼のコレクションしたこのジャパニーズクロックの本の中にだけあるものです。でこれは現在ですね、さっきの東芝の話が出ましたが、趣味戦技の精度を上げたのは田中久重という人で、田中久重という人ご存知ですか。東芝の創業者でですね、日本の近代技術の父と言われる人です。久留米藩で蒸気、見よう見まねで蒸気機関を作ったりですね、機関車も作りますし蒸気船も作りますし、上野の戦争では彼の作ったアームストロング砲が言ってみたらですね、爆軍を蹴散らしたというですね、そういう方ですけど、無人島と言われるですね、反動を改良したガス島とは違うんですけど、明かりを作ったりですね、非常にこうもともと日本にあった技術を、まあ、進化させるっていうんですかね、僕は継ぎ木って言ってますけど、日本にあった技術の上に西洋の技術を重ねることでですね、非常に新しい技術を作っていった方なんですけど、まあ、この人が作った趣味戦技の一つだというふうに今は言われています。なぜそれが分かるかというとですね、この中にですね、これモディは偉いですね、これもう火事でなんかとにかく戦災かなんかで焼けて現存してないとされてるんですけど、モディは偉いですね、その中身の写真を撮ってましたんで、この中身のですね、このフュージー機構っていうんですけど、ゼンマイのですね動力を落とさないで、僕らでも電気カミソリでもこうだんだん充電弱くなってきたら弱くなってきますよね。でゼンマイを巻いても最初は力強いんですけど、だんだん弱くなってきます。このゼンマイの力が弱くならないように、この2つのですね山でこのチェーンみたいなものを巻いてですね、動力を分散させて、ゼンマイの力が弱くなってきても最後まで同じ力で動くように作られた機械なんですけど、これは江戸時代のこの時代にこれができたのは田中久重一人なんですね。でこれは万年時計というですね、今の科学博物館に置かれている田中久重で作った和時計の最高傑作と言われるものがあるんですが、まあ、その技術に生かされてて、機構的に同じものが使われているので、でだからまず間違いなく田中久重が作ったものだろうと言われています。ただでもこれはもう今は残ってないので確認はできない。で田中久重は3体趣味戦技を作ってまして、これは一番最初のプロトタイプですね、一番最初の終作だというふうに言われてるんじゃなくて僕が考えています。誰も何も言ってませんから、僕が考えてるということになります。でもう一つ田中久重が作ったと考えられている中身これは解体調査されましたから、解体調査を見て同じ機構で作られているということが明らかになっているので、残されているのがこの精巧の時計博物館にある趣味戦技です。
でこれは成功の持ち物じゃなくてですね、熊本の大橋時計店というところが持ってる清水千里を預かっているということで、あんまりこうやって写真を一般公開しないでくれと言われてるんですけど、ここで別に YouTube で大丈夫ですかね、大丈夫だと思いますけど、そのなってます。でこれ清水の上にですね、これは年時計があるんですが、24世紀ですね、配しまして1年間の時計ですね。これはでこちら日時計で1日の時計です。これは不定時法で変わるようになっています。だから1日の時計と年の時計ですね。でそれを合わせることによって例えば今日は、7月何日でしたっけ、9日ですか、7月9日の太陽と月の位置はこの辺ですっていうことを年時計と日時計で示すことができるようになって、非常に精巧な装置になっています。でこれは田中久重が登場して初めて可能になったんですね。で円通が最初に構想してたものはそれほど精巧なものじゃありませんでした。でさっき話をしたように、最初の円通の説はその弟子の貫中という人に否定されて、でそれは科学説としては間違っていると、で科学説だったらこっちの説を取った方がいいというふうに主張したですね、この貫中の変更した同様寺説っていう難しいあれですけど、全部の4つの島の季節は常に一緒っていうですね、その同様寺説に基づいてこのモデルが作られました。で田中久重はこれを目に見える形で示したことで、実際さっきの初期の清水千里であれやるとですね、間違っていることが目の当たりにされるんですね。でこう円が夫婦で移動しますから、そうすると春分と春分がちゃんと同じ時間にならないんですよ。だからあれを作ってしまったことで、逆に円通は自分の説が間違っているということを目の当たりにしちゃったんですね。だから貫中は先生も晩年は自分が間違ってたと言ってたというふうに言うんですけど、もう一方のですね先生の説をですね、神様の説のように受け取っている信行という人はそれを許さないということで、梵歴師たちが2つに分裂するんです。で田中久重はその注文を受けたというのもあってですね、これ2つ目を作って、でさらに彼が3番目に作ったのがこれ今龍谷大学にあるやつですね。こう YouTube に上がるのであんまなかなか言いにくいんですけど、ここ本当はここにですねリングがあったり、いろいろまだ直さなきゃいけないところがたくさん残っているという状況ですね。そこはもう黙っておきましょう。そこを置いといてですね、で最終的にですね、この清水千里ができできたんですね。で円通の場合は最初に図版ができて、それに基づいて清水千里を作ったということが大体分かっています。でなぜ円通がこれ作れたかというとですね、梵歴のですね理論が広がってから、円通のサポートになった人いろんな人がいたんですけど、一番大きなパトロンはですね、大阪の商人だったんですね。特に米問屋の人たちです。でなんでかというと、あの人たち先物取引してましたから、先物って言っていいんかな、先に投資して取引してましたから、その年が豊作になるかどうかすごい大事だったわけですね。だから円通に頼んで来年の1年間 の天気の予想をしてもらってですね、で豊作になるかどうかということをやってもらったわけです。これ本当はできないはずなんですけど、そういうふうに信じてたと。でそういう人たちがどういうふうにして円通の本を勉強したかというとですね、これ残ってまして、本を買ってきてですね、仏壇に置いて一行読んでもわからないんだけど、仏壇に置いて拝んでおいたらきっと利益があるという形で言うの人たちだったそうですから、そういう点ではですごくたくさんお金を援助してくれたと。で円通もですね、暦を出したり幕府からですね、還暦の半暦のですね暦を作って広げることの許可をもらったりするのにすごいお金がかかったんですね。で包み門家からも許可を得るのにすごいお金がかかったんで、でその借金を返すのに大阪の人にお願いしたということが残ってます。でその借金を返すのにお金がたくさん必要だったんだけど、たまたま100両ぐらい残ったと。その残ったその100両で趣味千金を作ったっていうですね、そういう記録が残ってますので、だからそれで余ったお金でそのあれを作った。それとこれは逆なんですね。逆に田中久重のこれができて、でそれに合わせて図版が作られたというふうに考えた方がいいと思います。で円通は当然こんなですね、和時計、精巧な和時計を作って、その和時計をはめ込んだ精密機械を作るなんてことはできなかったし、考えてもいなかったんですが、それを実現したのがこの田中久重なんですね。
で田中久重はこの趣味宣言を作った後にこの縮小儀というですね、これは実際にはですね、こういう扇の円を4つに分割した扇の形になっています。これはどういうことかというと、趣味宣言 の取り巻く広い丸い海をですね、4つに分割すると、これは1つ、これは南の海の部分。だから地上から見た天体の動きっていうものをモデル化したものなんですね。で広がった世界全体の事象を天象、天ですね。で狭い事象を縮小っていうのもいいんですけど、この縮小をモデル化したこれも時計仕掛けで作っています。でこの趣味宣言と縮小儀を合わせる形で最終的に田中久重が作るのが、その和時計の傑作と言われるですね、万年寿命賞ってやつですね、万年時計と言われるやつです。愛知万博の時にですね、これ作り直すプロジェクトがなされて、これは NHK のスペシャルの特集とかでもあって YouTube にも上がってますから、ぜひ見ていただくと、すごいプロジェクト、何億円もかけたですね、大プロジェクトが行われて、この万年時計の再現が行われています。でその中で発見されたのは、いかに田中久重の技術がすごいかということですね。一度ゼンマイを巻くと7ヶ月以上ですね、動き続けたと。でそして正確にですね、その日のですね、太陽と月の位置、そしてその日のその季節のですね、で時間、そういうものが全部表示される形が作られています。で西洋の普通の時計もはめ込まれてるんですね。斜面に時計があるんですけど、でその中には月時計と年時計と和時計と、でそれと西洋の時計と全部、そのそれぞれの時報が全部一緒になって、この太陽と月の動きにですね、適合するように作られているというですね、ものすごい精度の高い時計が作られるんですけど、この時計の原型に実際にはなりました。趣味宣言を作って、その翌年からですね、もうこれ作られてますから、もうそういう点ではもう重なっているんですね。で龍谷の作られた趣味宣言からは日時計のと一緒に月時計が作られて、で日時計と月時計と年時計という形でですね、それぞれ指針針がつけられていてですね、1年の何月何日の何時頃には太陽と月がこの辺にいるということが時計仕掛けで示されることができるような精密機械が作られて実際にはいます。大丈夫ですかね、時間もう急がないと思いますね。あ、そうですか。もう30分しかないです、ね、どんどん行きましょう。ただこれがですね、後々いろんな形だけは真似したものが作られていくんですけど、一回全般生まれたら何ヶ月も動くなんていう技術をですね、持ってるのは日本、世界でも多分田中久重ぐらいしかいなかった時代ですから、誰も真似できないですね。だから後のいろんな工房でですね、漢中、特に漢中の工房ではたくさん作られるんですけど、これもだから漢中がいた天龍寺というところの工房があったんですね。天龍寺の工房で作られた趣味宣言です。でただそれ以降の人はですね、そのゼンマイ技術を真似できなかったんで、全部重水式、重り式になってるんですね。だからこの台の上にこの趣味宣言を乗せて、この穴開いてますから、この下に重りを垂らす形で、で趣味宣言が作られることになります。だから時代が下るにつれて技術的には後退していくと。だから田中久重というのはそれぐらい天才だったんで、田中久重にしかできない技術だったんですよ。全米でずっと動くっていうのはね。で万年時計はもう大名がですね、全財産をやっても譲ってくれと言ってもですね、譲らないというような形だったそうですから、そういう意味では彼にしかできない技術だったんですね。だからその後の趣味宣言は、だから今まで誤解してた人はこっちが前でね、後で趣味宣言、田中久重っていう誤解をしてたんですけど、そうじゃないんです。田中久重が伝米で作って、でその後真似した人は動力のところはどうしても真似できなかったんで、技術が後退するという形に実際にはなりました。で今この東芝科学館にもこれが残されていて、この東芝科学館の趣味宣言は数奇な運命をですね、たどりまして、そこ YouTube ですからちょっと言いにくいですけど、数奇な運命をたどったんで、ちょっとこれは後で懇親会の時にでも説明することにしたいと思います。でこれがこれもやったら怒られるかな、いいのかな、ち
ょっとの触りだけにしておきましょうか、ね、あのこういう流水式だというところですね。あのただでもこれは技術的にはだから後退しているわけなんです。で本来はあのもっと田中久重の作ったものの方が非常にあの中もですね、あの精巧にあの作られています。ちょっともうこれはもう置いておきましょう。あの見せて怒られたらいけませんか。でそので2つの欄に分裂してですね、なかなかこう歩み寄りができなかったあるその人たちの歩みをですね、こう一つに統合しようとする動きが明治になると出てきて、あのそれがですね、私立統合商業っていうことになる。1期、2期、3期っていうふうに僕が区分してるんですけど、これはあの言われのないことではなくて、梵暦理論自体も最初はあの円通の作った理論だったんですけど、まあ、それをより天文学として精緻なものにしていく。でその過程でですね、あの先生の説は曲げちゃいけないという人たちと、あの佐添先生の説であっても科学的に間違ってたらこれは直さなければいけないというですね、科学的な理論を強調する人たちの間で2つに分かれるんですが、それを統合しようとしたのがこの私立統合商で、簡単に言うと、あの目で見えている世界と実際の世界は違いますよということです。でこの目に見えている世界はこの負担されているところですね。これはあの東西南北の島の上の目に見えている宇宙です。で目に見えている宇宙の先に本当は真実の宇宙があって、でそれがなぜそういうふうに見えているのかという理論を作ったのが笹解析という人ですね。またこの他にカムロアンネという人がいたりですね、この辺はちょっともう非常に範囲になりますから、興味のある方はこの本の第4章にちょっと詳しく書いてありますので、ぜひ読んでみてください。あのもう今これそれ説明するともう時間全然足りなくなりますので、であのこれは上野にある上野の科学博物館にある私立統合商業です。僕が初めて見に行った時はガラスが割れてですね、もうゴミのようにこう置かれていて、わーって感じだったんですけど、最近はちゃんとした田中久重の万年時計が修復されてですね、で今あの科学博物館のメインのところに座ってますから、あのそれもそのおかげでですね、同じ田中久重が作ったこの私立統合商業も最近少しいい扱いを受けるようになっているというですね、あのところがあります。であのこれがですね、あの目に見えている世界で、これは天の川なんですけど、でその先に実証点という本当の宇宙があって、これは趣味戦説に合ってるんだけども、それがあの地球のカゴの鳥である人間にはなんか地球説のように思えてしまうですね、だそれは勘違いであって本当の宇宙はこっちなんだという趣味戦説が合ってるんだというようなあの理論をあのモデル化したものになります。であのここはあの地上を持ってるですね、でこれはあのもう一体熊本にもあるんですけど、熊本にあるやつを見てみると、ここにやっぱり地球宇宙あの世界地図が書いてあります。であのこれはもう明治になってからのものになってですね、田中久重が東京にあの東芝のですね、源流になる製作所を作ってですね、あの販売所兼製作所をあの作って、銀座でしたかな、その辺ですね、あの作って、でその最初 の時にあの佐田解析という人がやってきてですね、あのこの私立統合商業を作ってほしいとあのお願いすると、当時も田中久重は気に入らないですね、仕事はしないというふうなあの感じだったそうですから、あの結構これには関心を持ってて、でまあ、それであの田中久重はこの仏教天文学とどう関わりを持ってきたかということですね、ちょっともう本持ってくるとかさばるので僕の部分だけコピーしてきたんですけど、あのこれを最近ちょっとまとめたものが書きましたので、ちょっとこれをまた回して見ていただければと思います。であの東京のものはですね、これ浅草寺から帰宅からされているもので、あの中身の調査もできないと、勝手に開けたりしたら怒られるからということで触ることもできないんですけど、熊本の県立博物館にあるものは水害でもともと壊されてましてですね、であのバラバラに解体されて保存されています。で僕があの調査に行った時はあの解体したものを組み立ててくれましたので、あんまありがたいことに中身も全部あの見ることができたと、こういう結構ですね複雑なあの構造になっていて、あの上の部分出てますよね、あのがこれ下の部分なんです。だからその9になってて、これが昼よりでちゃんと交代して回るようにあの作ってあるというようなものになってます。まあ組み立てたらこういう形にあのなります。でこれもやっぱりゼンマイ式で、1回巻くとこうなんあのずっと長い間ですね動き続けて、1年間の太陽と星の動きで、それをさらにあの地上から見てる人たちの世界と実際の天の世界がこうまあ、重ね合うように作られたと。あのでこれは明治10年 の, あの内国勧業博覧会第1回目ですね、
万国博覧会行って帰ってきた人たちが内国勧業博覧会にありますけど、この内国勧業博覧会に出品されて非常に評判を呼んだんですね。だからそういう点では田中久重の一生と中でこの趣味宣言は非常に大きな役割を果たしているので、それをちょっと論文にこれはもうすでにまとめてあります。これはモディのコレクションに載ってる手術投書で、やっぱり昔はかなり綺麗なものだったんですね。だから久重は非常にこう一生に凝りますので、まあ、その点でも久重の作だというのがよくわかります。ちょっとこれはもう時間ありませんので今日飛ばしておきましょう。で、本題になりますけど、歴史書と歴本のやつはもうここはもう飛ばすことにします。まあ、そういうですね、天文学の理論を作る、まあ、天文学理論が必要なんですよね。で、基本的には簡単に言っちゃうと、いつが正月でですね、1日 でいつが二十四節気のそれぞれの日はどうなるのかってですね、で今年の日食と月食の日はいつ頃になるのかとかですね、そういうものを全部計算しなきゃいけないんですけど、この計算したものがこう歴史書とか歴法とかと言われるものになります。で、これはですね、円通は土御門家でですね、最新の歴法を学んでました。で、先生はですね、川の道綾というものかな、通例って書くんですけど、河の道綾というものかな、川の通例と書いて河の道綾という人ですけど、まあ、この人について天文学を実際に学んで、この人 の理論をもとにして実際には暦を計算しています。だからそういう点でいうと、形式的には平らな趣味戦説をもとにして作られた天文学なんですけど、内容的には一般の天文学と実際は一緒なんです。これ言っちゃうとおかしいんですけど、内容的には一般の天文学と実は一緒 でそういう点では最新のものを学んでれば学んでるとより正確な天文学計算ができるんです。実際にはみんな平らな地上から観測してるんですから、平らな世界像からで地上の観測をしても全部合うんですね。現実にはきちっと観測をしてちゃんと計算したの人 の計算が実際には合っていくというですね、非常に面白いことになっていきます。だから当時の幕府のですね、暦よりも正確な暦を実際に作ることができて、でそれが理由でですね、文政年間に円通の門下の人たちは暦を作って頒布することが寺社奉行から許されています。でこれはちゃんと免許のお墨付きも残ってますので実際に許されてるんですね。でそこから盆暦の人たちが暦を作って頒布するという、ただ売買は許されていないので、盆暦のあるいは仏暦と言われるものですね、ちょっとこの歴書の方は説明すると長くなりますから飛ばしておいて、今仏暦を僕は集めてまして、もう最近はこのコレクションに凝っています。随分とこれも凝るとたくさん見つかりましてですね、ちょうどこの甲賀年間の最初の頃、久重が最初の趣味宣言を作るのに取り掛かった頃ですね、この頃から一枚刷りのですね、仏暦がたくさん出てくるようになります。最初はただですね、阿弥陀暦法とかっていう名前だけが、名前だけがなんとなく仏教っぽい名前 で実際には普通の大正暦と何も変わりません。そういうものが最初作られて、でこれはなんとなく装いが違いますけど、これも趣味会歴書という名前になってます。だから趣味会の歴書になってますけど、普通の一枚暦とですね、一枚刷りの暦とほとんど一緒なんですね。でそれが嘉永年間に入ってくると少し装いが変わってきて、これやっぱり田中久重の作った趣味宣言 の影響力が大きかったと思うんですね。もう非常に精緻なモデルが作られますから、太陽系 の理論を説明するオーラリーが実物は日本に入ってこない時に、その西洋のオーラリーと同じぐらいの精度を持ったですね、しかも和時計のですね、ですね、こういう天文時計が作られると。だからこれはやっぱり当時すごくインパクトがあったんだと思います。万年時計はすごいですからね、この和時計の部分も自動で動くんですよ。ご存知でしたか？和時計はその冬と夏でこの時間間隔が変わりますから、これを普通は手でやるんですけど、田中久重の時計はですね、1回もネジを曲げたら7ヶ月以上動くんですから、自動で動くんです。ちゃんと夏になったらですね、こう自動で少しずつ1日少しずつ間広がっていって、冬になると閉じるというですね、もう恐ろしいほどですね、精巧な機械を作ってますから、
そういうものができたのが大きかったと思うんですね。だからこの金井理念のですね、略歴にはもうこの趣味宣言が出てきて、新生趣味宣言の略です。あと最近こんなものも作られて、物歴の精度が上がってますよということが宣伝されて頒布されています。でこれは佐賀のですね、漢中のですね、禅師、禅師ってなってますけど、漢中の弟子ですね、この秋の釈無限っていうんですけど、この無限っていう人はこれ法湯っていう人ですね。でこの人もやっぱり結社を地域で作っていて、寺小屋じゃないんですけど、その学問所を作ってですね、天文学を学ぶ人たちを集めて学問所みたいな形で教えてたっていうことが分かっています。でなんで分かっているかというと、この子孫の人がですね、横浜の方に、川崎と横浜の間ぐらいかなのところで、やっぱり学校関係の会社をやってるんですけど、塾関係の。でその元々はそこのお寺の出身で、子孫にあたるんですね。で自分の家のお寺を誰も継がなくなって、で結局お寺を継げなかったんだけど、蔵に残っていたその資料を捨てるのは申し訳ないと、それで翻刻ずっとやってたんですけど、何書いてあるか全然わからないです。何なのかこれがわからないと思ってた時に、なんか僕の方に出会っていただいたそうで、でそれで初めてそれが何なのかが分かったということで連絡いただいたんです。でそして随分と資料なんかも紹介していただいたんですけど、この人のものがこれ残っています。これはもうでも内容的にはもう基本的な一枚字の大将軍と何も変わらないんですけど、ただこれは仏歴なんだということが明快にされているものですね。で今日のポスターにも使っていただきましたけどですね、これもちょっと時代が下ります。嘉永5年の趣味会友人歴史で、これは非常に珍しいです。この円形でこういうふうにするのは、これもやっぱり多分仏書の影響があると思うんですけど、でも内容的にはやっぱり普通の大正五円と全然変わらないということになるでしょうか。これは調布の社中になりますけど、この梵暦社中の人たちはだから各地で天文学を講義する学校を作ったりですね、であるいはこういう暦を頒布したりですね、そういう形で広く活動していたということが分かってきて、現在はっきり分かっている拠点だけども、秋ですね、だからこの広島と山口の間ですね、それと九州です。でそれと石川のあたりですね、石川県も天文学非常に盛んなところで、その石川県のですね、川の土御門家のですね、歴史っていうか暦師っていうか天文学者がいるんですけど、その人にもお墨付きをもらうのに随分お金がかかったっていうことは円通言ってます。茶室金四郎っていうんですけど、この茶室金四郎っていうのが最初分かんない、茶室って何やろっていうね、で茶室って何なんだろう、茶室に金のなんかなっていうので、僕最初ずっとこれ非常に悩んだんですけど、これは石川県の天文学者だっていうことが分かりまして、でそして調べてみると、そこにもかなり大きな梵暦のそういう拠点があったようです。であと中部地方でいうと岐阜のあたりですね、ここはさっき出てきた新行っていう人が生まれたお寺があるところ で、そういうところにいくつもの、江戸も京都ももちろん当然拠点があったわけですけど、いろんなところに拠点があって活動がされてきたことが分かってきました。でこれは広江長次っていう人なんですけど、最近この人の僕の声も随分集めてて、この人のものはだいぶ広く頒布されたようでですね、毎年出された暦がかなり広く残ってます。僕は静岡で持ってるやつでも2点ありますし、国立国会図書館にはもう各年のものが全部残されていて、で最近はもうマイクロフィルムになってます。なんでかっていうと、僕が行ってマイクロフィルムに撮りましたから、あそこでマイクロフィルムを払ったらマイクロ資料になりますんでね、今はこうマイクロフィルムになってますので、もしあれやったら行かれると見ることができます。でこういう袋に入ってまして、ちょっと見えにくいんですけど、これ竜がね2匹います。趣味線の周りはこれ竜がね取り巻いてますから、趣味線の三福を取り巻く竜が描かれて、こういう月と日ですね、描かれている形の衣装、この袋に入って折りたたんで入れられているものが普通になります。でまたこういうですね、宿養堂が後々ですね再編成されてくると、吉居をですね、その日その日によって、今日は良い日、今日はそう良くない日、今日は結婚式にいいとかですね、今日は仏事にいいとか、そういうですね日が決められていくんですね。でその
日を決める3番がこれになります。でこういうようなものも後々作られていくようになりました。あるいは医学が出てくるとですね、こういろんな体のツボとですね、星の位置なんかをこう合わせたりするようなものも出てきてですね、まあ、非常にこう複雑な理論が作られてくるようになります。これは明治になってからですね。ちょっとまあそこはもう時間がないので飛ばしていきましょう。まあ、こういう中でずっと一枚釣りの暦を各地域の歴史の人たち、暦師の人たちがですね、反復する形をずっとやっていくんですけど、明治になってこの仏歴一般というのが出されました。一般のですね、暦に関する歴史の常識でいうと、太陽暦の採用された時にですね、本当は国は全部暦は一手にしたかったんですけど、その時に暦の販売をしていた反暦商社の人たちに大変な迷惑をかけます。なんでかというと、1年の終わりになってですね、急に太陽暦採用したわけですから、もう次の年のですね、暦は全部捨てたわけですよね。それを全部廃棄しなきゃいけなくなったということで、まあ、それはあまりにもということで、明治16年まで暦の専売許可っていうのは作られずにですね、反暦商社の人たちに認められていくんですけど、これは明治16年の暦からは伊勢神宮に一本化されることになるんです。で伊勢神宮に一本化されることになるんですけど、この仏歴だけは実はですね、この時に関係を得てまして、で反暦商もちゃんと作られてるんですね。でこれは結構レアなものだと僕は思っているんですけど、切手とか集めてる人だとちょっと前つばものかなと思ったりもするんですけど、この清水線の周りをですね、月と日が舞う形で、この仏歴の章というですね、反暦章が出された環境を得た暦が、今僕が確認しただけでは、明治16年と17年のものしかないです。で16年のものはですね、この証書が青になってまして、こっちの方がもっとレアなんですね。赤のやつは僕持ってますけど、青のやつは持ってないので今青のやつを探してるんですけど、なんかこう青のやつを持ってる人がいるという情報は聞いてるんですけど、その辺はまだ本物は見たことがないです。これの1年前の暦そのものは龍谷大学にあるんです。で龍谷大学に見に行ったんですけど、残念ながら反暦章がないんですね。で国立国会図書館にもこれと同じものがありますけど、国立国会図書館の仏歴一般にもこの反暦章がありません。あるのは僕が持ってるコレクションだけなんで、ちょっと皆さんもあれでしょうか。こういう形でですね、実際に環境が許されました。でこの一番最初の定価はですね4000円ですけど、一番最初のここにですね、こうもう途中で切れてますけど、ここからずっと文章がついてて、この文章何なんだろうっていうふうにですね、僕随分としばらく時間かかって考えてたんですけど、その仏国歴史編を読んでる仏教天文学研究会というのがございまして、そこでですね行った時にちょうどその月読んだところはここだったんですよ。であんな長いものをですね頭から全部読んでたらこの文章を見つけるのは難しいんですけど、たまたま僕参加した月にこう読んでたとあれこの文章どっかで見たことあるなと思って帰ってすぐ付き合わせてみたら、ここそのものだったんですね。だからこの長い文章、前のページからずっとありますけど、この仏歴一般の最初に引用されている長い文章は全文仏国歴章編から引用されたものだということははっきり分かりました。でそういう点からするとですね、この明治16年の段階でも活動してるんですね。でこれまでだからこれでまたこの本僕また書き直さなきゃいけないんですけど、この本でも明治5年に太陽暦が採用されると次第にこの運動は廃れていってなくなってしまったというふうに書いてあるんですけど、そうじゃないんですね。明治16年の時にもこれ大日本仏歴会社というのが作られて、でこの絵が出版全国的に出版されているわけですから全然なくなってないわけなんですね。で今ちょっとこの大日本仏歴会社の実態調査を続けてるんですけど、なかなかこうこれもいやなかなかこう意図が見つからないというんですかね、手がかりが見つからなくて、茶室禁止のも大変でしたけどいう感じに今なっています。でもかなりですね、で実際中身はこれ太陽暦と太陰暦を上下にして、国の重要な出来事と一緒に仏事のですね、例えば各宗派のですね、宗祖の人の御恩記とかですね、そういうのが全部書いてあるという考えたらそのままなんです。
で、もともと仏歴っていうのは平らな世界の基づいて清水先生に基づいて作られてるとは言いながら、実際の暦は普通の暦と一緒なんですね。で、考えたらそうなんですね。観測してるのは平らな地上から観測してるわけですから、ちゃんと天体の動きを観測して動きを予想して計算できれば別にそれで構わないわけ で、それは実際には合ってるというですね。だこの仏歴も太陽暦と太陰暦を上下に載せる形で作られていました。で、盆暦開祖の日、これも飛ばしましょうか。というのが今僕が見た方は3つあって、で1つはこれ仏光寺の本廟、親鸞聖人の御廟所の真ん前に建てられています。なんでかというと、仏光寺の学頭だったですね、高僧だった新行という人が円通の一番の熱心な弟子で、この人がその漢中の説に反対してですね、先生の説を曲げるなんて許されないっていうふうに言った人だったんで、まあ、それでですね、もう清水宣言を作って対抗するのは難しい、清水宣言作っちゃうともう漢中の説が正しいのはもう間違いないですから、どう考えてもね、古い清水宣言だともう春分と秋分の日がずれちゃうんですから、だからもうかなわないということでですね、この人たちは逆にこういう聖徳碑なんかをたくさん作って、で先生を高め、先生の素晴らしい人だったというふうにする運動を続けます。で、結構これ立派なものですね。これは名古屋の法王寺っていうところにある。で、さっきのもう一つ前のやつの方を見て分かりやすいかもしれませんが、これですね、これは新行のデザートのですね、長元寺っていうところにあるやつで、大日本ですね、仏歴開祖墳王立首の碑っていうですね、これ非常に立派なものが実際に立っています。真夏の日でしたかね、今日みたいにこうやってタオルで拭きながらこの石碑をこうやってこうずっとこうやって読んでたら不審者と間違えられそうだったんですけど、とってもお寺の方はいい方でですね、お茶とか出していただいて、でいや、これは素晴らしいもんなんですよとかって一言話をしたりして、まあ、そういう形で調査を続けています。で、今のところこれ3つ見つかっててですね、この特にこの名古屋の法王寺のですね、この盆暦開祖の日は非常に状態がいいです。残念ながら仏光寺の方はだいぶね、下の方が崩れてきてて、今はもう読めない状態になったんです。まあ、10年ほど前に僕が行った時はまだ読めたんですけど、今はもうちょっと駆け落ちてですね、読めない状態になってます。ちょっと置いておきましょうか。で、盆陰法の方ですけど、まあ、彼らはそうやってこれ大悲願ですね、苦を抜き楽を与うればとかっていうの、胸も張り裂くとか使えにも何でもいいとかっていうですね、あったりですね、この賢治願ですね、こちらは子供用だったりするんでしょうし、あるいは嘘なしですね、二宝塔とかですね、いうのが作られたりします。で、大行寺の新行寺中心にした人たちは、だからこの天文学の理論の方じゃなくてですね、むしろもっと祝陽道と言われるですね、占いの方ですね、吉凶とか今日はいい日とか悪い日とかですね、あるいは運命本命性とかを計算してですね、であなたの運勢はとかっていうような方に動いていくようになります。で、それと同時にですね、この盆陰法と言ったり言っています。本当のところはちょっと何て読んだらいいのか分かりませんが、薬もね、調合してですね、それを広めどころを通して売薬をするというような活動をしました。これは多分仏歴を作って仏歴を頒布したのとほぼ同じルートでやっていたんだろうと思われるんですけど、これはちょっとまだ全容は解明されてません。今これはちょうど今年からですね、愛知学園の林先生と一緒にですね、この暦の研究をする科研やることになりましたので、これから3年間ぐらいかけてちょっとこの広めどころのね、実態調査をしようと思っています。で、こう見るとですね、江戸からですね、名古屋から大阪からですね、全国各地にかなり広いところに広めどころがあるのは、これは名古屋ですよね、これ浅草です、これ江戸神田ですね。で、大阪にも広めどころがあって、結構全国各地にですね、販売店ですねがあったことが分かります。だからそういう点ではかなり広い活動が行われていたと思うんですけど、まあ、薬自体がどういうものだったのかというようなところもちょっと今は分からないところで、まあ、今追跡調査をというか、これから調査をしていこうというところになります。で、この盆暦関係の文献も、これ僕の机の上に置いてあったやつをただ並べただけのものですけど、もう本当に各地に非常に広がっているということが分かりました。で、円通はですね、とにかく自分のやった盆暦をですね、お墨付きを得るということにかなり不信したようで、仏国歴史要編の本編は結構
増上寺から出版されてますし、で増上寺から出版した武国歴史要編をですね、東映山でちゃんとお墨付きをもらうという手続きを踏んでました。で藩歴のですね許可は寺社奉行から受けるということでですね、結構政治的な人だったんですね。だそれには非常にお金がかかって、そのお金を出してたのは大阪の商人たちだ、大阪や堺の商人たちだったと。でかなりの額です。もう千両とかの単位でお金が集まってますから、まあ、そうじゃないとそれはできなかったというのも分かってきてる中で、僕はちょうどもう本だけを読んで、その知的知識人の運動のところだけ目をやってたんですけど、実態調査をしていくと、まあ、かなりいろんなことが今分かってきたというところになります。もう時間ですね、もう終わりにしなきゃいけないと思います。そうですか。じゃあ最後のとこだけ読んで終わりにしたいと思います。せっかくこんな話をさせてもらえる機会がないので、非常にあれなんですけど、まとめ11ページのところだからちょっと読むだけ読んで終わりにさせてもらいたいと思います。で今文献調査とかを随分進めてて、この上の方に現在確認している主な貿易関係寺院というのがあるんですけど、まあ、このお寺を中心に今調査を続けているところになります。でまとめですけど、公文円通を開祖とする文歴運動は、円通が首都である武国力政府の刊行した文化7年頃を起点にしても、まあ、終わったのはですね、大正の初めぐらいかと言われますが、それでもほぼ100年近くの間ですね、新たな理論や活動を生み出しながら、ひどく多彩な活動を展開していました。工藤 のこういう説を読んだ時には僕は埋葬だと思いましたけど、まあ、20年ぐらいの調査のところ事実だったんだなということをようやく分かってきています。でかつて一部の偏った考え方を持った知識人の運動であり、廃仏論に対抗する誤報論のありゆのように見なされていた貿易運動やは、反歴や売約を通して庶民の生活とも深く結びついた幅広い思想運動であったことが明らかになりつつあります。これは僕だけじゃなくて今やってる人がたくさんいてですね、続々と割と成果は明らかになってきました。で彼らの活動の多様性は、近代以前から引き継がれてきた仏教思想の豊穣性多様性とともに、近代仏教が本来宿している思想の豊穣性多様性も示すものではないだろうか。仏教ってやっぱり科学とかですね、いろんなもの全部知識が、庶民の知識も全部実際には江戸時代に非常に深く結びついたわけですよね。それが切り離されたのが明治以降の状況かなと思うんですけども、近代的な宗教の枠組みの下で再構築される以前の仏教思想には、人々の生活と密着したさまざまな知の体系が広く組み込まれていました。で天文学や医学の知識、文献交渉や基本的な読み書く能力の取得まで、僧侶が地域社会の人々の知的活動に広く関わっていたということは事実です。これは少なくとも江戸時代。でこのことが伝統的な知識というよりは、新たな知識というべき仏教天文学や文医法、福養戦法などを取り込んだ盆歴社中の人々の活動が地域社会に広く受け入れられたことの背景にあります。地方のですね、そういう盆歴の社中の人たちが作った学校ですね、天文学の学校とか、もう100人単位で文字がいいんですよね。だから、まあ、お坊さんがそういう新しい知識を持ってきて、でそういうものをお坊さんを通して勉強するっていうのは、もう日本の庶民にとっては普通のことだったわけですよね。だからそういうことが実際に起きたんじゃないかというふうに思います。でただしこの状況は明治維新を経て一変することになります。廃仏毀釈から大教宣布運動、政教分離運動から教団としての仏教関わりの成立へと、目まぐるしく変動していく仏教をめぐる政治的社会的文化的状況の変化について、むしろ今度は盆歴運動の側から見ていくというですね、そういう手段も必要ではないかと最近は考えています。今ちょっと廃仏毀釈のですね、関係の本のことを取り組んだりもしているので、でその廃仏毀釈なんかを考えるときにもちょっと重要かなと思ったりもしています。で、円通の著作の中で、明治以降も一般に広く読まれた文献は、春光が表したですね、元人論ですね、元人論の仲介だったんですね。これです。ウォーク元人論の略ですね。でこれは明治になっても何回も再発されてます、ね。結構広く呼ばれました。元人論を勉強するときにはこの円通のやつを読むということに実際にはなっているように思っています。で、十福堂の三教の一中の宇宙の生成と人間の本性に関する真理の探求から、それぞれですね、対立させるんじゃなくて、宇宙の本質とか命の始まりとか、そういうものを説明する理論として多種教の教えを比較しながら仏教のですね、教えの重要性を説いていると。
まあ、こういうこのですね、あの源仁論の仲介をですね、円通が学あのを通して円通が学僧として広く知られていたことは、門暦の仏教科学としての性格を考えるとき、やっぱり極めて重要な意味を持っているのではないかというふうに思います。まあ、あの円通にとってはだから他の宗教の批判というよりは、より正しいですね、世界の理解ですね、より正しいあの天文学の理解ですね、より正しい人間の理解とか、あのそういうものを求めていく、あのまあ、そういう知的な営みが最終的には文歴という形に実際にはなっていたというのが本当ではないかと思いますね。だからそうするとやっぱり誤報論とかあのいうところでね、あの誤報論と廃仏論の対立とかって、あるいは西洋近代とあの伝統的な思考の対立とかっていう図式で捉えるよりは、あのもうちょっと違った見方ができるのではないかと今考えています。で、その井上遠慮はですね、あの最後に唐突に井上遠慮が出てきますけど、井上遠慮は明治期に下火になったこの清水説研究の状況についてですね、まあ、次のようにこう述べています。まあ、こう飛ばしますけど、清水説研究の必要を論ずということを言いまして、清水説の研究を今日に最高専攻と望む、で学問のため世界のためにこれは必要なんだと。でこの後続けてですね、古代のデモクリトスのですね、原子論があの近年になって再評価されるということもあると。それと同じように平らな世界はナンセンスというのは間違いで、逆にですね、科学があの進んでいった先になると、この清水説の方が宇宙論としては正しいと言われるような日が来るかもしれないと。だから単純にこれはだから今の現状と合わないから捨てるという形で取り扱ってはいけないんだということを井上遠慮が言ってるんですけど、まあ、これはあの円通のですね、あの仏教天文学 の, あの考え方にも共通するところがあるなというところがあります。まあ、それでちょっと妖怪学に興味を持って、井上遠慮が非常にこう、また今度は逆にあのここから井上遠慮に興味を持ったというのが僕の元になっています。で、仏教的な自然認識がより深い科学的な技術の解明と未来の文明の構築に関わるとする遠慮の視座は、源仁論を仲介した円通の仏教学の構想と根底において共通する部分があります。で、梵暦社中の人々の反近代主義的言説を取り上げるばかりではなく、彼らの仏教科学の営みに正面から向き合うということは、従来の近代仏教思想史を再考するとともに、これからの仏教あるいは宗教思想の可能性について改めて考えることにも遠慮先生がですね指摘したいのとつながるのではないかなというふうに思っています。だから井上遠慮はもうあの明確にね、これを簡単にあのもう必要ないんだから古い理論だから捨ててしまえというのは間違っていると、もう一度今こそもう一度これ見直さなければいけないんだということを明治20年代になってですねあの言ってるわけですけど、まあ、そういうものを、まあ、踏まえてあのこの仏教科学の現代的な意味をもうちょっと正面から見直さなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。でそれはなぜかといったら、もうこの10年ぐらいの間に随分資料が集まってきて、やっぱり本当にそういう大きな運動だったものが急速に忘れられたんだということがはっきりしてきましたから、まあ、もうちょっとそれを追跡調査をしてあの実態に迫っていきたいなというふうに思っているというところです。ありがとうございます。